来ましたね。小さい方を作ったか。バレた。腹筋が甘かった。今聞き合わせみたいにしてしまったからな。逆で勝手が悪い。よいしょ。おー、釣れてくれました。かわいいヤマメですけど、綺麗ですね。うん、細いけど、上の大きい方のニンフを釣ってきましたね。よいしょ。ヒットフライは 3.5g かな。お、ウィズヘッド。こっちが3か 2.5。じゃあリリースします。ほい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 。よし、魚は小さいけどいますね。ドライじゃこれちょっと反応しないだろうからな。反応してくれて楽しいですね。あと今回は、リーダーを、磯用の何ラインかな、フローティングの見やすいラインにしてみました。これだとカメラに映るかなと思って、イエローの選んでみました。引き合わせじゃ甘いからバシッと、とりあえずは素早く合わせないとダメですね。で、今さっき出たからどうでもいいだろう。その練習しないといけないですね。バシッと合わせて、あまり跳ね上げないようにしないと。狭いとこだったら引っかかるな。
もう来ないか。あ、スケットが絡んでしまってます。おかしなことになってしまってるけど、切り直します。ここはやったかな。あー、うまくなったね。なんかこれは違うか。今来てたな。ああ、今のは子供に当たってたんじゃなくて魚が来てたのか。合わせの準備ができてなかった。ちょっと言い方だったな。いらっしゃいました。お、ちょっと良さげなサイズですね。お、良さげではないか。お、釣れました。よかった。なんか
絡まってるじゃん。綺麗な山目ですね。よかった。